こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回は中国でレーザー刻印機を作っている会社様よりレビュー依頼がありましたので、これをご紹介します。箱の中に箱が入っていましたが、箱はこのようにシンプルな段ボールに入っています。今回ご紹介するのはこちらのレーザー彫刻機になります。先に注意を言っておきます。このレーザー彫刻機は強いレーザーを使って表面を焦がして印刷する彫刻機になります。なので、そのレーザーを直接見てしまうと目が失明してしまいます。目が見えなくなったら治ることなく一生続きます。なので、レーザー光線は絶対に見ないでください。あと、反射した光も強いので、それも見ない方がいいです。あと、物を焦がすパワーもあるので、体にも絶対に当てないでください。一応ここに映っていますが、それを防止するためのカバーです。注意事項はこれくらいです。早速これを開けてみます。箱の中はこのように梱包されています。今回のセットの内容物はこれだけ入っています。まず、レーザー彫刻機本体と、このカバーを使わないでこれ単体で使う時のためのこういう三脚、あと印刷する面から20センチぴったり合わせないといけないので、こういう定規も入っています。レーザー彫刻機用の電源ケーブルとアダプター、電源ケーブルは USB-C になっています。 AC アダプターは 5V の 2A 出力です。この短い USB-C ケーブルはこのカバーを使うときに使います。あと、この茶色い紙は試し印刷するときに使う紙です。これが3枚入っています。あと、目を保護するためのこういうサングラスも入っています。あと、こういう取扱説明書も入っています。表記はちゃんと日本語で書かれています。日本語は翻訳ソフトで翻訳したような日本語になっていますが、多分意味はわかると思います。製品仕様はこのようになっています。気になる方は一時停止してみてください。あと、さっきも出てきましたが、こういう台も付属しています。これは印刷するものの上に乗っけるとちょうど20センチの高さになって、カバーもこういう色がついているので、レーザーの光も安心できます。レーザー彫刻機本体の見た目はこのようになっています。外装はすべてアルミでできています。底面には三脚の穴が開いています。レーザーはここから出るので、電源ケーブルを挿したら光が出ていなくても絶対に見ないでください。背面にはスイッチ類と USB-C 入力がついています。これは電源供給用の USB-C です。ちなみに、この本体は Bluetooth 接続で使うのですが、本体に技的マークはないので、使う場合は自己責任でお願いします。こちらの台も詳しく見てみます。カバーはオレンジ色をしています。上面のここにさっきの本体をはめ込みます。あと、ここに電源用の USB-C 端子を挿します。それで、ここの USB はこの本体の電源供給用です。それで、これが電源スイッチになります。何の電源かというと、表面を焦がして印刷するのですが、その時に煙が出る時があります。その煙が邪魔してレーザーが届かなくなり、印刷できない時があります。その煙を排出するためのファンがここに入っています。ちなみに、本体を置いてみるとこのようになります。これでさっきの短い USB ケーブルでこのように接続します。あとは AC アダプターをここに挿すだけです。イメージ的にはこの AC アダプターで中に入っているファンとこのレーザー彫刻機を動かす感じです。メーカー様からいただいた話だと、印刷できるものは木材、プラスチック、竹、ゴム、PCB とはプリント基板のことですね。あとは革、紙、布地、電話ケース、多分電話ケースってスマホケースのことだと思います。あと、マウスとありますが、多分ネズミのことではなくパソコンのマウスだと思います。あと、鉛筆、名刺、財布、紙、ボール紙に印刷できるみたいです。ガラスや金属は表面が焦げないので印刷はできません。あと、丸や正方形の印刷も苦手なようです。薄い色や透明なものは反射が強いので、反射しにくい色のマジックとかで色を塗って印刷するとうまくいくようです。それで、この本体が一番得意なのは木材と革みたいです。それでは早速使ってみます。取扱説明書のここに書いてあるアプリをスマホやタブレットにダウンロードします。検索するとこのように出てくるので、これをダウンロードします。次は電源ケーブルを挿します。この電源スイッチを押すと本体の電源が入ります。今のうちに印刷物を中に入れます。
本当は電源を入れる前に入れた方がいいのですが、今回は電源を入れてしまったので今入れます。ファンの風で髪がフラフラしているのでテープで固定しておきます。次はスマホのアプリを立ち上げます。警告メッセージが出るのでこれはちゃんと読んでおいてください。これはさっき説明書に出ていた20センチ離してくださいという注意書きですね。これで開始をタップします。この中で写真や作成が選べます。写真を選ぶとこのように出てきます。表面を焦がすので白黒になってしまいます。このように色の濃さも変えられます。このような版画や白黒絵って読んでいいのか分かりませんが、灰色画や印鑑っていうのも選べるみたいです。このグレースケールも選べるんですね。試しにこれを印刷してみます。グレースケールだったら彫刻スピードは遅くなるみたいです。確認します。ここの画面でプリントサイズを指定します。最大のプリントサイズは 100mm×100mm なので最大サイズにしてみます。これでプレビュー開始をタップします。デバイスが接続されていませんと出てきたので確認をタップします。これで接続されました。アカウントを登録しないといけないようなのでアカウントを登録します。プレビューを開始をタップします。ここでさっき入れたパスワードを入れるみたいですね。これはレーザーを直接見ないような安全対策なんですかね。パスワードを入れないとレーザーは出ないみたいです。プレビューをタップするとこのように白い線が出て、この範囲を印刷すると出てきます。ちょっとこっちの方がはみ出ているので紙の位置を変更します。これで大丈夫だったら次へをタップします。現在ファイルの転送中です。転送は結構時間がかかるみたいですね。次の画面で素材の設定をします。素材の選択で今回はエコ紙なのかエコ紙なのか分かりませんが、これを設定します。これで下の設定は自動で入ったのでレーザー彫刻を開始をタップします。これでまたさっきの注意書きが出てきましたね。20センチ離してくださいって。このケースを使うと自動で20センチ離れるので確認をタップします。これでレーザー彫刻が始まりました。終わるまでしばらく待ちます。やっぱりなんだか緊急停止が発生したのでもう一回やってみます。もしかしたらファンの振動が伝わってるんですかね。紙に印刷するとこのようになります。レーザーで表面を焦がしているのでそれほど綺麗ではありませんが、これが木や革に印刷できるって考えるとすごいですよね。このままでは紙に普通のプリンターで印刷すれば同じじゃないかって言われそうなので、普段使っている自作のキーボード用パームレストに印刷してみます。今度はこの台を使わずにこっちの三脚を使って印刷してみます。三脚だと結構バランスが悪くなるのでご注意ください。それでこの定規がちょうど20センチなのでこの定規が入るように三脚を調整します。次は文字を入れてみます。作成をタップします。これで文字を入れます。ここでフォントも選べるみたいですね。とりあえず今回はこれでいきます。あとは透かし彫りとか傾きとかもできるみたいです。これで次をタップします。さっきと同じようにサイズを指定します。あと三脚を使って印刷する場合は必ずこのゴーグルをつけてください。本当はレーザーで刻印中の様子をカメラで撮影したいのですが、レーザーの光がレンズに入ってしまうとそのレーザーの光がイメージセンサーを焼いてカメラを壊してしまうので今回はご了承ください。それで素材の設定は木製にします。これで彫刻を開始をタップします。木に印刷するとこのようになります。家庭でこういうことができるってすごいですよね。これで簡単にオリジナルグッズが作れます。印刷時間はだいたい3分ぐらいで終わりました。次は実験として光造形型 3D プリンターで印刷したこれに文字を入れてみます。多分これはダメだと思うんですよね。これは透明なレジンを使ったので黒いマジックで塗っておきます。本当はホワイトマーカーを使った方が簡単に消せると思うのですが、今手元にないので普通のマジックを塗ります。これで文字を印刷してみます。
マジックで塗った上から印刷するとこのようになりました。マジックを消してみます。意外といけるもんなんですね。このように印刷できました。ということで今回のレーザー彫刻機はいかがだったでしょうか。このような感じで通常のプリンターでは印刷できないところに文字や写真が印刷できるのですごいですよね。業者に頼めば同じようなことができますが、お金が結構かかりますし、毎回送るのも大変なので、この本体は少々高いですが、これを買ってみるのもいいと思います。これを買っちゃえば好きな時間に作業ができますからね。商品リンクは説明欄に貼っておきます。あとさっきも言いましたが、レーザーの光を直接見たり触ったりしないでください。失明したり火傷をします。今後も面白そうな商品を見つけたらレビューをしますので、チャンネル登録とついでに評価もお願いします。今回は家庭用のレーザー彫刻機のご紹介でした。